2023年開催の WBC での活躍以降、大谷選手の人気は増すばかり。その人気はとどまることを知らず、日本のファンだけでなく、所属球団エンゼルスの地元ロサンゼルスでも圧倒的な人気を誇っています。大谷選手の人気にあやかって、エンゼルスの球団はもちろん、さまざまな企業が大谷選手のグッズを作成しています。中には、乾きもい、本当に売れるのかと、日本人にとっては首をかしげたくなるようなグッズも作られていますが、地元の大谷ファンは不気味なグッズでも喜んで買っている姿が見られます。そこで今回の動画では、続々と発売される大谷選手の奇妙なグッズ、さらには大谷選手をモチーフにしたアニメを見たファンの反応をご紹介します。大谷翔平グッズがキモかわいい。どんどん発売される大谷グッズやアニメ制作、海外ファンは大興奮。大谷選手がエンゼルスに移籍して、これまでさまざまなグッズ販売や入場者特典配布が行われてきました。中でも移籍初期に大きな話題を呼んだのが、大谷選手がエンゼルス2年目の2019年9月24日に配布された T シャツ。しかも、ただの T シャツではなく、笑顔を浮かべる大谷選手の顔がびっしりと埋め尽くされているかなりユニークなもの。試合前にエンゼルス公式インスタグラムでは、当時守護神を務めていたハンセル・ロブレス投手が大谷 T シャツを着用している様子を公開。赤いエンゼルスカラーの T シャツに、嫌がおうでも目につくのは、大谷選手の爽やかな笑顔が所狭しと埋め尽くされたユニークな T シャツです。大谷選手の顔を数えてみると、前面だけで少なくとも40以上。正直言うと、日本人にはかなり不気味な T シャツでした。それでもエンゼルス公式は、9月24日入場した最初の3万人のファンはこの大谷シャツをもらうことができると投稿すると、コメント欄にはエンゼルスファンから、この大谷シャツで壁紙を作ってくれないかな、これは手に入れなければ、本当にクールだ、すごく欲しい、など大盛り上がりを見せました。結局3万枚が配布された大谷シャツは、エンゼルスの試合で着用しているファンがよく見られるようになりました。配布から1年半以上が経過した2021年6月、アメリカの放送局 FOX スポーツの MLB 専門ツイッターは、大谷 T シャツを着ているファンを撮影して、この大谷の T シャツはどこで買える?とツイート。ファンからは大谷シャツを熱望する声が多く寄せられました。このツイートがきっかけで再び話題となった大谷 T シャツ。するとエンゼルスは2021年8月11日の試合で、伝説となった大谷 T シャツの再配布を発表。しかし、前回が先着3万名だったのに対して、今回は先着1万4000名と配布数は半減。なんとか争奪戦を勝ち抜いて、大谷 T シャツをゲットしたファンからは、最高だね。これ以上のものはないよ。これが欲しかったんだ。とても素敵。宝物にします。と、嬉しそうな声で溢れていました。どんなグッズが出ても、プレミアの価値がつく大谷選手。2021年7月には、スポーツライセンスグッズ販売で、世界最大手の企業、ファナティクスと複数年のパートナーシップ契約を結んだと発表。大谷選手のサイン入りボール、ユニフォーム、ブロマイド、試合で着用した用具などを販売する契約でした。その後に、実際にグッズが販売されると、販売数は MLB 選手内ではトップ。なんとその売上額は、MLB の2位の選手の10倍以上。全スポーツ界のアスリートの中でも、ナンバーワンに輝きました。2023年3月には、第5回 WBC に参加することが決まっていた大谷選手。WBC 開幕前の宮崎キャンプでは、大谷選手が来日していなかったにもかかわらず、グッズの売り上げが圧倒的でした。2023年4月8日の試合では、これまで何度も配布されてきた大谷選手のボブルヘッドを再配布されました。ちなみに4月8日に配布されたボブルヘッドは、1試合13奪三振を記録した2022年6月22日の対ロイヤルズ戦を記念したもので、大谷選手が13個のボールを手にしたデザインとなっています。さらに翌4月9日には、クリアバッグ。4月22日には T シャツとボブルヘッドを合わせて配布されました。
2023年のスケジュールを見てみると、6月27日には大谷選手のジグソーパズルの配布が決まっています。もしスケジュールが合う人がいればぜひ手に入れてみてください。また WBC 終了後にはファナティクス社の日本支部ファナティクスジャパン合同会社が新しい T シャツを発売しました。 T シャツのデザインを見てみると、大谷選手とラーズ・ヌートバー選手の2人が可愛らしいイラストで登場。ペッパーミルポーズをしている様子が描かれていて、非常に可愛らしいデザインの T シャツに仕上がっています。3月16日に発売されたこの T シャツはすぐに完売。ファナティクスジャパン史上最も売れた商品になりました。日米のファンからは、2人がペッパーミルポーズしてるの可愛すぎるといった声が溢れていました。ヌートバー選手との T シャツが爆売れしたことに味を占めたファナティクスジャパン。今度はマイク・トラウト選手と大谷選手が2人で兜をかぶったイラストの T シャツを販売しました。兜をかぶるのは大谷選手がホームラン後に行うパフォーマンスですね。個人的にはかなりデザインが気に入り、大谷選手とトラウト選手のペア T シャツを思わず購入してしまいました。 T シャツといえば2023年5月23日に行われた試合の前のことです。チームメイトの中継ぎ左腕マット・ムーア投手が練習で着ていた T シャツが SNS で話題となりました。大谷選手をモチーフにした不気味なキャラクターが描かれている T シャツ。左手にはバット、頬のあたりから短い両足が生えており、吹き出しに勝意 がプリントされた不気味なイラストの T シャツでした。不気味な T シャツを着ていたムーア投手の様子を地元紙 LA タイムズの番記者サラ・バレンズエズ記者が投稿。バレンズエズ記者はツイッターで満面の笑みを浮かべて収まるムーア投手の写真とともに、この勝意 AAの T シャツ、他の選手の誰が持っているのかはわからないけど、マット・ムーア選手が着てたわ、と投稿。 T シャツの存在が世に知れ渡ることになりました。すると日米の大谷ファンからは、こんなに早く注文したのは生まれて初めてだよ、カービィが大谷翔平をコピーしたみたいなクリーチャーを生み出すな、めちゃくちゃ不気味だけどちょっと可愛さも感じるからつい買ってしまった、思わず二度見した。すごい T シャツ。というように、大きな反響を呼びました。他にも大谷グッズの人気が垣間見えたのが、2023年4月に行われたヤンキース戦。エンゼルスが、ヤンキースタジアムを訪れた際のことです。ヤンキースタジアムのチームストアでは、敵である大谷グッズが店頭に並べられる異例の対応。昨シーズンと同じく、主砲ジャッジ選手とのコラボレーション T シャツも発売されました。異例の事態にヤンキースファンからは、かなり奇妙な光景だ、俺は決してその日のことを忘れないだろう、といった声が寄せられていました。大谷選手はグッズ化だけでなく、アメリカでアニメ化までされることになりました。2023年5月22日、アメリカのスポーツ放送局バリー・スポーツ・ウエストが大谷選手をテーマとしたアニメーション動画を公開。 SNS で大きな注目を集めていました。タイトルは、ザ・スペクタキュラー・ショウヘイ。日本語訳は、偉大な大谷翔平で、5月22日に投稿された動画はエピソード1でした。アニメの舞台は2016年で、日本代表のユニフォームを着た大谷選手がアップになると、にやりと不敵な笑みを浮かべます。その後、バッターボックスに立った大谷選手は、ピッチャーを人睨みすると、ボールを観客席まで弾き返し、会場が歓喜の渦に包まれる様子が描かれました。アニメを見たアメリカのファンからは、いきなり天井を破壊するシーンには笑った、東京ドームを破壊する大谷さん、クレイジーといった好意的な感想が多く寄せられました。今回制作されたアニメはエピソード1ということで、今後の続編に期待ですね。今回紹介した以外にも、さまざまな大谷グッズが発売されています。売り切れが続出する大谷選手の限定グッズは、プレミア価値がつくものばかりです。今後もさらに、奇抜な気もかわいい大谷グッズが発売されることでしょう。どんな大谷グッズが販売されるのか、楽しみですね。大谷選手のグッズや海外ファンの反応について、感じたことや皆さんが持った印象をぜひコメント欄でお聞かせください。また、この動画を見て面白かった、新たな知識を得られたという方は、
チャンネル登録や高評価ボタンを押していただけますと励みになります。他にも球界に関する裏話や知られざるストーリーを紹介する動画を配信しています。ぜひ合わせてご覧ください。